トラット指名を打診された時、辻元の将来を心配して親は難色を示した。しかし阪神球団は絶対に育て上げる、ダメでも一生の面倒を見ると両親を説得。ところが辻元が怪我で結果を出せないでいると、育成に落とされ20歳のシーズンに解雇された。辻元は中卒の自分には野球しかないと現役続行を希望、しかし阪神球団は面倒を見るどころか解雇後連絡を取ることすら拒否。結果として自分で海外の独立リーグのチームへ話をつけテスト入団。辻元、高校へ行っていればという思いはもちろんある。日本の球団を信用するのは難しくなった。今考えると V 位した阪神が話題を欲していただけというのは明らかで、日本球界入りには後悔しかない。メッツかどっか行ったんだっけ。高校野球の育成力がいかにすごいかって改めて思ったもんや。高校野球の場合何十人、何百人の逸材が消えても一人怪物が出れば育成成功になるだけやんけ。なぜそこまで獲得を急いだのか、ちゃんと書類にしとけばよかった。使い捨てた。間違い。使い物にならず捨てた。正解。使い物にならなくても一生面倒を見るってところからの連絡拒否ぐらいか、叩けそうなのは。こいつと、巨人に入った台湾かどっかの中卒スターはかわいそうだった。5年も辛抱してもらって文句言うなやかす。谷町ヤクザの親が指名しないと、アメリカの高校行かせるぞと脅して指名させた。じゃあアメリカの高校行かせればよかったんじゃないですかね。それ脅しとして成立してるんですかね。巨人の中卒台湾は一応通信制の高校通わせてたんだよな。リン・イーハウは WBC でも炎上してたな。中卒でドラフトかかったってだけで何の大卒よりは就職余裕やん。一生面倒なんて見れるわけないんだから辻元がバカ。書類って大事やな。